はい、皆さんこんにちは、榊敦です。18日ですね、10時半回りました。早いでしょ今日は、早起きしたんです。なんか今日ね風強いですね。ここ6階なんですけどね、窓2箇所開けてると風がね入ってくる日はビュンビュン入ってくるんですよ、はい。さて、昨日ね、夕方日経新聞のサイトを見てたらね、嫌な記事見つけましたね。17日の14時30分ですね、日本経済新聞のサイト、黒田総裁、菅政権としっかり連携、任期全うする。おいおいおい、もういい加減やめてくれよと思うんですけど、ちょっと読みますとこんな感じですね。日銀黒田晴彦総裁は17日金融政策決定会合後に記者会見し、前日に発足したって呼ぶんですか、これ。発足した菅義偉内閣について、政府と中央銀行は十分意思疎通を図る必要があるとした上で、引き続き政府としっかり連携して政策運営すると強調した。強力な金融緩和措置により企業支援と金融市場の安定に努める、 2% 物価上昇率を目指すと話した。まだ言うてるやん、 2% 物価上昇、お前何年かかってんのお前と。ほんまにもうね、ほぼ8年ですよ。8年やってね、1回も達成しないの。自身の任期進退をめぐって、私は2023年4月までの任期はまだ2年半ほどあると思う。途中で辞めるつもりはない。任期を全うするつもりだと明言した。あのね、過去にね、2期10年やった人いないはずなんですよね。このおっさんやるつもりですね。あのね、2013年にアベノミクス始まったんですけど、それ以降ですね、私は局地バブルと言うてるんですけども、都心城南湾岸、川崎市の武蔵小杉、京都市の一部ですねは、バブル的にマンションの値段が上がってます。もちろんそれに連動して土地も上がってます。これははっきり言ってバブルなんですね。でもうこんなに長くバブルが続くっていうのも、まあなんていうか、あの平成大バブルもね、あんな実際のところ5年ぐらいで終わってるんですね。今回、そうですね、ほぼ6年、もうすぐ6年になろうとしています。長くなりすぎです。その分ね、膨らんでるんですよ、いっぱい膨らんでてですね、どういうのかな、これ弾けたら知らんでみたいな、そんなとこまで来てるんですね。で、平成大バブルの時はね、あれ日本全国の不動産が上がったんですけど、今回ね、もうなやっぱりね、経験してますからね、みんなね学んでますからね、その地方なんかこうでもあかんねんっていうことで、もう都心集中攻撃なんですよ。だからね、今都心のね、あのリートが買うようなね、オフィスビルっていうのはね、もう利回りがね 3.5% とかね、そんなんでも取引されるんですよ。異常ですよ、はっきり言うて。なんでそんなことになったかっていうと、この黒田さんの異次元金融緩和なんですよ。まあ、でほぼ長期金利ゼロでしょ。リートは借りるの 0.1 とかで借りる。ほんなら 3.5 超えても別に回るんですよ。そう。3.5 超えたらですね、どうですね、3.8 ぐらいに伸びたりするわけですね。いろんな資金合わせると。こうしたらね、それ配当出せるから買うんですよ。3.5 とかっていう、3.5 の利回りで買うということはよっぽど高いっていうことなんですね。ほんで今そのね、区分のマンションもね、青山あたりで買うとね、ほんま 3.5 あるかなみたいな感じなんですよ。それね、あの建物ってね、日々劣化するんですよ。あの年に 2% 劣化すると思った方がいいわけですよ。年に 2% と思ってたら50年なんですね。50年経ったら建て替えるみたいな、そんな感じなんですけど、で 2% 劣化する建物をですね 3.5 とかで買うなよと思うんですけど、なんでそれが成立してるかというと、この黒田さんがやらかしている異次元金融緩和ね、金利ゼロで、銀行の国債を買い上げてですね、銀行はもうお金余ってるわけですよ。で日銀に預けたらマイナス金利だから預けられへんって
だから傘なしゃあないやんと思うけどね、んだしゃあない 0.1 でも借りてくれんだったら借りてって言って出すわけですよ。もう異様ですよ、はっきり言うて。でその目的がね、 2% の、 あの物価上昇率を目指すって言うて、あの物価がね上がっていいことは何もないですね、僕らはね。でも物価が上がっていいことはですね、経済成長につながるっていうことなんですね。でコロナ始まる前まで日本経済は割と順調やったんですよ。別に物価なんか 2% 上がらんでもね、日本経済まあまあ回ってたんですよ。失業率も低いし、株価もあまあまあやし。でコロナ始まったでしょ。だからね、無理やり株価維持するためにね、日銀が ETF 買いまくってるんですよ。まあそれまでも買ってたんですよ、株価維持するために。そしたらね、本来の株式市場 の、 あのいろんな数値があるでしょ。PER とかああいうのはね、異常になってるんですよ。なぜか日銀が買うからなんですよ。でこれだからね、中央銀行がね、そういうね、株を買ったりとかですね、マイナス金利するっていうね、異常事態で、もう今まで長い歴史の中で一回もなかったはずです。少なくとも日本銀行の場合は。でそもそもそんなんね、やったらあかんことなんです。やったらあかんことをね、堂々とやってはるわけですね。でもうええ加減やめたらええやんと。コロナ始まる前はね、景気良かったんでね、もうやめたらええやんと。金利も戻したらええやんと。金利戻さんことにはね、金利戻すということは、例えば金利 3%、長期金利が 3% あるということは、不況が来たらその 3% を削れるわけですよ、金融緩和で。でも、もともとゼロやったもんね、今回ね、コロナでゼロにできひん。ゼロ以下にできひんわけですね。ゼロ以下にすると銀行自体がこう収益が成り立たなくなるわけですから。で、何したかって代わりにお金ばらまいてるわけですね。もうそれしかないわけです、景気対策としては。仮に金利が 3% あったとしたらね、ほんなら一気に 2% 下げますとかね、 1% 下げますとかで 1% を1回やって半年後にまた 1% 下げるとかできるんですよ、サプライズで。で景気がものすごくそこで刺激されるんですけども、その手段もね、奪われてる。なぜ奪われたかっていうと、このあのおっさんがですね、次元金融緩和やーってやって、物価上昇 2% やーっていつまでも達成できひんのにやめへんかった。もう景気がようなってんやからね、金利上げたらよかったんですよ、アメリカみたいに。アメリカは上げたんですよ、ここ 4,5 年前から。もうだってリーマンショックのあれは傷は回復したしっつって、ね、で金利上げてある程度まで、あのパウエルさんの前のあの人も上げたしね、あの女性の名前出てけへんわ。そう、あの人も上げたかったの、イエレンさん上げたかったので、上げた、イエレンさんが上げたのをパウエルさんがコロナやっつってちょっと下げたりできるわけなんですよ。日本はそれができない。なぜできないかって、下げたまま上げへんかったからです。もうね、物価上昇 2% なんていつまで言うてんねんお前っていう世界はね、そんなもんできひんやろな。それそもそもね、景気が良くなるっていうために物価上昇 2% という指標があるわけであって、その指標になんでこだわってんのっていう、そのなんていうのかな、もうその本末転倒なんですね。物価なんか景気が良くなったら自然に上がっていくわけですよ。で今回景気は多少弱なったけど上がらへんかったって、それはいろんな構造面があってね、古い経済学の考えなんですよ、物価が上がったら景気が良くなってると。まあ確かにアメリカなんかはそうなってるんですけどね、日本は上がらないっていうね、物価が上がらないっていう、こうなんていうか、こう首輝きみたいなのができてしまってるんですよ。だから日本の物価上がらない、まあ円高に持ってきゃいいわけですよ、でも円高は嫌やっていう。もうね、やってることがむちゃくちゃなんですよね。でこれだからね、セントラルバンカーであれば絶対やらなかったはずですね、異次元金融緩和っていうのは。まあ仮にやったとしてもね、すぐにね、出口戦略を構築するはずやったんですけども、この人もだから2014年、まあまあ2013年から始まったけども、もうほぼ6年ぐらいバブルを放置してるんですよ。これ知りませんよ、はっきり言うて。もういつかはやめなあかんのですよ、これ。このまま行ったら多分、銀行潰れますよ、ほんまに。銀行潰れる。もう、だからね、いや、いつかはやめなあかんのね、ツル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 と、ほんでまだあと2年半やるって言ってるわけですよ。だから、この方やめたらね、多分終わるんですよ。次にセントラルバンカーが日銀総裁になれば、なんとか手締まいをというふうに考えはるわけですから。購入した ETF はなんとか売ろうとするでしょうし、金利はなんとか上げようとするでしょう、まあ、正常化ですね。
この方ね、広げるだけ広げてね、どうすんのみたいな、2年半後に普通に辞めんのみたいな。あ、いやありえないと思いますね。だから早々にお辞めいただいてですね、もうあの次の出口戦略、まあ、今コロナでね非常に困難の時やからね、今すぐにはできないと思いますけど、回復がいつかあるでしょうから、その時にはあの出口を探らないといかんと思うんですけど、このままこの方2年半居座るっていうことは、あとバブルが2年半続くということなんですよ。知らんでそれほんまやの。まあそういうことでございましてですね、このままだとバブル終わらないということが少し見えたかなというニュースでございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。